久保さん、僕も YouTube のメンバーシップ、あの、できるようになってからも、3、4年ぐらいやってますかね有料の。有料の飲み会ですね。<laughs> 有料の。まあ、金目研究所っていうやつと、あとは R の部屋っていうね。まあ、これ音声で毎週水曜日提供するんですけど、まあ、ずっとやってますね。はい。まあ、人数はそんなにいない。10、今メンバーシップ入ってトータルで14だったかな。14人ぐらいなんですけど、 だけどね、その、3年ぐらいか、ずっとあのメンバーでいてくれる人、だから初動から、メンバーシップ始めた初動からずっとあのメンバーの方いらっしゃいますね、3、4年。多分4年目かな、今。ずっとです、はい。で、単純に、その、金融研究所は一緒にそのお酒飲むっていう、ただそれだけなんですけど、ライブで。うん。まあ、ありがたいですよね。だってお酒飲んで、ただ一緒にチャットで喋るだけなんですけど、<laughs> あのー、 まあねまあ、僕はそのその勤務研究所に関してはお通し代みたいな感じで、まあ、席料みたいな感じですよね、まあ、居酒屋行っても、ね、席料お通し代とか取られたりとかするので、まあ、1ヶ月で390円のお通し代、席料だったら、まあまあ、一般よりか安いのかなっていう、ただ僕と、僕と相席というかね、僕と一緒にお酒飲みたいのかっていう、まあ、そこが問われるところなんですけど。 あの少ないですけどいてくれてるのでしかも何年もずっと継続してくれてるのでもうねだいぶ濃いですねもうなんかファミリーみたいになりましたねさすがに3年もやってればうんなんかまあ続けて分かったことはあの有料の有料のライブっていいなっていううんなんかまあもうその基本的に僕無料でライブほとんどもうやんなくなったんで、うん、まあそのライブで交流できるっていう希少価値もまあ あるちゃそれは今無料でやってないからプラスまあそこの空間ですよ、ね、うんだからまあねえ久保さんも昔はそのキャバクラとかにもたくさん行ってたと思うんですけどまあ赤大ですよね女の子と飲むだけでお金をこうね高い金払うみたいな。 まあ結構良心的だと思いますけどねただ一般的には僕が好きじゃない人とか僕に興味ない人はねそのお金払って何がしたいねんっていうところだと思うんですけどやっぱ一部の人はいるってことですよねでさらに言うとその一部の人と交流をさらに深くできるっていうのがねやってみてよかったなと思いますねうーん、はい、まあ何事もやってみることですねいってらっしゃい